はい、どうも、メチャンネルです。本日はですね、アスコットであったりとか、オークウッドまあその他ね、あのホテルブランドがあるんですけれども、アスコットスターリワーズというホテルブランドの方でですね、ステータスマッチを今行っておりますので、そちらの内容についてですね、解説やっていきたいなというふうに思います。まあ、実際私もですね、アスコット丸の内さんとかね、東京ではあったりするんですけれども、まだね、止まったことございません。まあただね、皆さん、ヒルトンさんであったりとか、 IHG だったりとかマリオットのステータスを保有してればですね、ステータスマッチをね、していただくことができますので、まあ、ステータスを獲得してからですね、まあ、試しにね、宿泊してみるっていうのもありかなというふうに思いまして、まあ、今回ね、ご紹介させていただきたいなというふうに思います。じゃあね、早速内容入っていきたいと思いますけど、初めて私のチャンネルをご覧になる方につきましては、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、 航空機の登場レビュー、旅に関する有益な情報などを発信させていただいております。ぜひね、あの、情報のお見逃しがないように、まだやってない方はチャンネル登録、ベルマークの通知ボタンを押していただいてですね、あの、内容を見ていただければなというふうに思います。ではね、早速内容入っていきましょう。 行きましょう。はい。それではですね、こちらがアスコットスターリワーズというですね、えー、ホテルブランドの、えー、ホームページとなっておりますが、まあ、トップページではございません。もう早速ね、えー、こちらがステータスマッチの、えー、ご紹介のページとなっております。概要欄の方に URL とですね、 ステータスマッチの申請方法に必要なです、ねまあ、内容、まあ、本当に簡単なものなんですけど、記載させていただいたものを入れておきますので、まあ、ご参考までにご使用いただければなというふうに思います。はい、まずね、こちらがアスコット・スター・リワーズということで、メンバーシップをレベルアップ、アスコット・スター・リワーズのエリートステータスをご利用くださいということですね。もうね、こちらにも記載ありますけど、マリオット・ボンボイ、ヒルトン・オナーズ、ワールド・オブ・ハイアット、IHG ・リワーズ・クラブ、 アコーライブリミットレスなど、他のロイヤリティプログラムのエリート会員資格をお持ちで、過去18ヶ月以内にご滞在記録がある場合は、その証明をご提示いただくことですぐにアップグレードされます。それだけでアスコットスターリューズの新しいエリートステータスをお楽しみいただけますということですで。内容ね、登録はオンラインのみとありますけど、メールをね、送っていただく必要があります。まあ、ステータスマッチの希望ということで、 えー、セータスマッチを利用する際にはですね、記、まあの情報をお送りくださいということで、アスコットスターデワーズに登録された氏名とメールアドレスですね。まあ、なので、まだ登録されてない方は、こちらの方からですね、アスコットスターデワーズのメンバー登録をね無料でしていただくことができますので、まずはね会員登録を行ってください。まずね、そちらのメールの方に登録された氏名と登録したメールアドレスを記載していただく。 そして2番目にですね、ホテルのロイヤリティプログラム名と現在のステータスの証明である、まあお名前様とメンバー ID が表示されたメンバーダッシュボード、またはメンバーカードのスクリーンショットなどを送ってください。まあご自身のね、今ステータスがわかるもの、そして名前等がね、わかるもの、送ってください。そして3番目に過去18ヶ月以内のご滞在の証明ということで、まあ滞在履歴みたいなのをね、あの結構大量になる方も多いんじゃないかなと思いますけど、 スクリーンショットしていただいたものを合わせてね、添付していただく必要があります。で、実際に私申請させていただいてですね、無事にステータスマッチが行われて、まあ、エディットステータスね、プラチナステータスを獲得することができたんですけれども、何度かね、やり取りをさせていただく中でですね、このメールアドレス、 えー、ロイヤルティプログラム名と現在のステータスの証明とありますけど、このお名前とメンバー ID があっていくことで書いてあるんですがここにね、できればメールアドレスが記載されているものもスクリーンショットして送っていただくと、あのー、1回で済むと思います。私は結局なんかそういったページも送ってくれっていうことでリクエストがあったので、えー、2度、3度ぐらいですね、やり取りさせていただきましたけど、まあ、プラスアルファでステータスマッチをするね、 ステータスを保有している方のアドレスが記載されているものもね、一緒に送っていただくと間違いないかなというふうに思います。はい。そしてですね、ご利用条件ということで下にありますけど、メンバーはステータスマッチの承認から12ヶ月間、1年間ですね、なんとステータスマッチでステータスを保有していただくことができますということです。で、一応ね、これ原則10営業日ぐらいかかることがありますということでありますけど、私はね、翌営業日にですね、ステータスマッチが完了しておりますので、まあ早ければね、当日とか翌営業日ぐらいに ステータスマッチがね、行われる可能性もあると思います。はい。まあ、最大で10営業日ぐらいね、測りますということが一応記載がありますね。でただね、まあ、ここにはですね、記載がないんですけど、ステータスマッチを行った際にですね、次回、もしね、あの、同様のプログラムがあって、 え、登録ができなくなるとか、ね、何年以内に登録があるとか、そこまでね、記載がありませんので、まあ今回、ステータスマッチをしていただくことで、今後ね、ステータスマッチできなかったりとか、まあ、3年ぐらい明けてステータスマッチをしなきゃいけないとかね、まあそういったことは、あの、リスクとしてあると思いますので、そこはね、ご承知おきの上、えー、登録していただくのがいいのかなというふうに思います。はい。 じゃあね、まあ実際にステータス保有した場合にどういった特典があるのっていうところですね、私もね、あまり詳しくなかったので、一緒に見ていきたいなっていうふうに思います。こちらがですね、アスコット・スター・リワーズのですね、メンバー特典ということで、これもですね、アスコット・スター・リワーズのロイヤルティプログラムにつきましては、今年でですね、4周年を迎えるということで、まだね、あの新しいロイヤルティプログラムとなっております。後ほどね、講述させていただきますけど、その4周年を記念してですね、 あのボーナスキャンペーンなども今行ってるみたいなのでそちらの話もねちょっとさせていただきたいなっていうふうに思いますけど新しいアスコットスターリューズプログラムではご予約ご宿泊でポイントが貯まりますさらにアスコットスターリューズメンバーには最安値料金が適用になるだけでなくメンバー限定割引や特典もご利用いただけます宿泊料金1シンンガポポーーールドルドごとに貯まるアススコットトターリワーズポイントということでございますけどそうそう アスコットっていうのはね、シンガポールの方の、なんかね、デベロッパーゼネコンどっちなのデベロッパーかなえー、だと思います。で、こちらの方でですね、まあ、ホテルであったりとか、ステートメントアパートメントみたいなね、運営されていて、まあ、それがね、日本の方にも進出しているというホテルブランドでございます。で、こちらですね、まず、クラシック、参加無料でね、クラシックメンバーがあって、続いてですね、これ、何泊とかじゃなくてね、利用金額になるみたいですね、シルバーで、 日本円だと10一1408円利用していただくとシルバー。えー、ゴールドだと30万4224円ご利用していただくとゴールド。そして100トンで1万4080円ご利用していただくとプラチナ。ステータスをね、獲得していただくことができるというふうになっております。でプラチナの特典としましてはですね、まあ、年間を通じてフレキシブルレート。これは全部ですね。だからあとは、 ここら辺がサービスレジデンスでの無料空港送迎。これはあくまで中東のみですよ。サービスレジデンスでの朝食無料。ヨーロッパのみですよ。無料の客室アップグレード。空室状況によるっていうことで、プラチナはね、大丈夫ですね。ゴールドはね、ヨーロッパのみとかね。まあそういった形になってます。アスコットってシンガポール系なのヨーロッパのみとかね。ちょっとここら辺がなんか難しいですね。なんかいろんなしがらみがあるんでしょうかね。はい。 なので、ただね、このプラチナを獲得していただくと、例えばラウンジアクセスがつくとか、まあラウンジがそもそもホテルにあるかどうかちょっと私はわからないんですけど、えー、ラウンジアクセスがね、つくとかそういうことではなくて、まあアーリーチェックイン優先でね、していただくことができたり、レートチェックアウト、これもね、お部屋の状況によって優先でしていただくことができたり。 そして客室のアップグレードが行われるという特典でございますので、まあなんでしょうね。激アツなね。あの、今、マリオットさんだったりとか、ヒルトンさんとか、IHG とかと同様のね、ものよりはちょっとサービス内容としては、ひょっとすると劣るのかもしれないですけど、も全くね、アスコット系のホテル、アスコット系のホテルって言ったらいいのかな。宿泊する際に何もないよりは、利用していただく方が恩恵を受けられるのかなというふうに思いますし、まあ今回ですね、保有しているステータスで、 ステータスマッチをしていただいて、ただでね、あの、ステータスを獲得していただくことができるので、まあそういった点もね、フルに利用していただくのがいいのかなというふうに思って、まあご紹介させていただいているといったところでございます。はい。それではですね、国内ではですね、どんなホテルがあるのかっていうのをね、ちょっと見ていきたいなというふうに思います。え、チェックインがですね、6月15日から1泊ということで、大人2名、1室で検索させていただいてます。まあひょっとするとですね、1、2件 名前聞いたことがあるところあったりするかもしれません。私は正直2軒ぐらいだったかなっていう感じなんですけど、まずですね、横浜にあります、オークイットスイーツ横浜、そして、シタディーン、ハーバーフロント横浜、ここら辺はね、聞いたことないです。オークイットスイーツさんは聞いたことありますね。 あーでオークウッドホテル、京都さんもあるんですね。まあ、名前はね、オークウッドっていうホテルブランドはね、あの聞いたことありますけど、京都にあるのは存じ上げなかったですね。一、まあ、泊だいたい2万五千円とか9千百円、九6 0 0円という感じです。まあ、ただしですね、ちょっと、ね、気をつけなきゃいけないのが、このようにですね、この施設はアスコットスターリューズに参加していません。この予約ではポイントの獲得や交換はできませんということが書いておりますので、ホテルによってはですね、宿泊していただいたとしてもポイントがたまらなかったり、 保有しているポイントを利用して無料で宿泊していただいたりとか、そういうことができないといったホテルが結構ありますので、そこはね、ご注意ください。まあ、ただしですね、ホテルの方に確認させていただいたところ、先ほどね、ステータスマッチをしていただいて、えー、利用ができるステータスにつきましては、サービス、特典をね、えー、受けていただくことはできるそうなので、あの、ポイントはたまらないけれども、ステータスの特典は利用していただくことができるそうでございます。だからそこの点ではね、安心かなと思いますね。はい。 で、それ以下はですね、ステートメントアパートメントなのかなえー、シタディーン、京都、烏丸だったりとか、シタディーン、シタディーンっていうのはね、わからないですね。え、アスコット、丸の内、東京さん、オークウッドアパートメント。ここのね、アスコット、丸の内、東京さんはね、えー、名前聞いたことありますね。あ、オークウッドアパートメントも聞いたことありますけど、泊まったことはないですね。これはここら辺でね、だいたいね、ポイントがたまらないって書いてあるんですよね。オークウッド、あ、オークウッドプレミア東京っていうのも聞いたことありますね。 はい、7万9000円やけ。結構ね、いいお値段しますね。はい。そして、オークウッドホテル、アパートメタ、ザブ、オークウッドレジデンス、青山とか品川があるという感じでございます。まあ、下の方にですね、こういった、ね、ホテルブランド、この中ね、見ても、アスコット、オークウッドぐらいしか正直わからないです。スタディーンとかも聞いたことないですし、クエストとかも見た記憶もね、ないいう感じですね。はい。まあ、こんな感じのね、えー、ホテルと、 なっておりますで冒頭申し上げた通りですね、このアスコットのです、ね、ロイヤリティプログラムが4周年という、ねえー、節目の年ということもありまして、このアスコットスターデワアーズアニバーサリーセールというのを、ね、今行っております。5月31日までとなっておりますけど、最大で2.5倍の、ね、ボーナス、アスコットスターデワアーズポイントを獲得していただけるオファーなどもやっているそうですけど、ただね、先ほど見ていただいた通り、 参加していませんっていうところが結構あったりするから、まあ、国内だとなかなかね利用はしづらいのかなといったところでございます。はい、どうでしょうかこのアスコットスターリュアーズ皆さん聞き覚えとか泊まったことがあったりする方もいらっしゃるんでしょうか。私はちょっとこのステータスを獲得してねちょっと試しに泊まってみたいなというふうに思っております。 はい。いかがでしたでしょうかということでですね、このアスコットスターリワアーズの方で今、ステータスマッチを行っておりますので、ご紹介のため動画をね、撮らせていただいております。で、大体ですね、今ね、あの、ご説明させていただいたアスコットスターリワアーズのプラチナステータスにマッチするステータスっていうのが、ヒルトンのダイヤモンドステータス、IHG のダイヤモンド、マリオットだとチタンエリート以上、アコーだとプラチナ以上という形になっておりまして、まあ、それよりね、あの、下の ステータスでステータスマッチをするとゴールドステータスが、ね、マッチされるようでございます。ヒルトンのダイヤ、IHG のダイヤ、結構ハードル高いですね、そう考えるとね。マリオットのチタン、アコーのプラチナ。はい。まあ、こういったところでございます。これだったら、ね、プラチナステータスにマッチしていただくことができるという感じです。 で、まあ、とりあえずね、私も申請させていただいて、まあ、本当に早い。翌日にはね、マッチさせていただいて、まあ、プラチナエリートがね、もう1年間付与されているという状況なんですけれども、まあ、実際にね、あとは止まってみて使い勝手がどうか、えー、受けられる恩恵がどうかっていうのは、またね、あの、実際にレビューさせていただいてご紹介できればなというふうに思います。で実際このステータスマッチ自体もですね、いつまでやってるかっていうのもね、今、期限的なものは記載がありませんので、まあ、 無料でね、あのステータスマッチはできます。まあ、ただね、ステータスマッチすると今後ね、ステータスマッチできない可能性もありますから、そこら辺も踏まえた上でですね、えー、皆さん考えた上で、えー、ステータスマッチするのかしないのかも含めてですね、えー、ご検討いただければいいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひね、ご活用いただければと思います。ということでね、えー、今回の動画につきましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよというて方は、ぜひね、高評価ボタンと コメント、気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私ツイッター、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。冒頭申し上げた通り、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないより、ぜひね、こちらのチャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。